はい、皆さん、こんにちは、小田です。で、今回もカジャビについてご紹介をしていきたいと思います。で、今回はですね、カジャビのアプリについて、いろいろとご紹介をしていきたいと思います。はい。今、使い方とか、生徒さんのメリットとか、まあ、管理者へのメリットとか、まあ、あと管理者が設定できることとか、インストールの方法などについてご紹介をしていきたいと思います。はい。で、まあ、カジャビの大きな特徴としましては、実はスマホのアプリというのが存在をしています。で、もちろんですね、スマホからカジャビのサイト、まあ、例えば皆さんが、まあ、もちろんパソコンからでもスマホでも、ブラウザーがあれば、生徒さん、ユーザーさんですね、まあ、購入した方は、皆さんのスクールに、まあ、URL でアクセスをして、まあ、そのままログインをして、レッスンの動画を見ることができます。例えばですが、僕のサイトで実際にご紹介をしていきたいと思いますが、こちら、まあ、僕の、サイトの一つです。まあ、これカジャビで作っているサイトですが、まあ、もし、ユーザーさんが僕のサイトで何かを、購入して実際に動画を見たいというとき、まあ、もちろん PC からもいけますが、スマホから見たいときは、まあ、クリックいただいてログインというところがあるので、こちらにログイン情報を入れていただきます。で、そこからログインをすると、はい、そこからログインするとこういった形で、まあ、持っている動画というのを閲覧することができます。はい、はい、なので、まあ、スマホ別にアプリはなくてもスマホからでもまずカジャビのサイトを、まあ、生徒さんに使ってもらうということは可能です。ただ今回もアプリをおすすめする理由というのは、まあ、いくつかまずご紹介をしていきたいと思います。まずスマホアプリを使ってできることというのがいくつかありまして、まずは動画の視聴、まあ、もちろんですね、購入したプロダクトの視聴ができます。もちろん動画だけじゃなくて、まあ、プロダクトのレッスンですね、レッスンに関しましては別に動画であってもテキストであっても何でも大丈夫ですが、閲覧することができます。例えばですが、こちらに今僕のサイト、テストサイトですけども、こういった形でその人が買った講座、買ったプロダクトというのが一覧が出てきます。で、例えばこの入門編クリックすると、こういった形でコンテンツで、まあ、動画が並んでいたりとか、テストですね、アサインメントも受けることができますし、まあ、単純に、まあ、動画というのもこのように確認することができます。で、もちろんコメントもこのように残すことができます。で、あとはプロダクトアナウンスメントの閲覧ということで、これまた後ほど詳しくご紹介をしたいと思いますが、カジャビはですね、プロダクトアナウンスメントという機能があります。で、それは何かと言いますと、まあ、各プロダクトですね、各プロダクトに対して、例えばこのフォトショップ講座を受けている人だけにちょっとお知らせを送りたい、例えば新しい動画追加しましたよとかを発信したい場合、もちろんメルマガとかでも良いんですが、ここにですね、アナウンスメントという機能があります。で、ここでニューアナウンスメントをクリックすると、この講座を受けている人だけ、まあ、この講座を持っている人だけに通知を送ることができます。で、ここに何かを入れて、例えば以前に送ったものがありまして、この新規動画の追加のお知らせというものを過去に送りました。で、これを実際に一斉送信すると、こういった形でプッシュ通知を送ることができます。で、これはかなり便利で、やはりですね、まあ、カジャビの場合これがないと、まあ、基本的に生徒さん、ユーザーさんとの連絡手段というのは、まあ、メールだけになってしまうんですが、アプリを入れておいてもらうことによって、ここで例えばアナウンスメントを押して、例えばですが、すでに送ってしまったものなので、ちょっとまた新しく追加をしたいと思います。一旦戻りまして、ニューアナウンスメントをクリックします。で、ちょっと2にして、ちょっとテキストを適当に入れます。で、ここにアナウンスメントノーティフィケーションというのがありまして、ここにチェックを入れると、これに該当するユーザーさんに対してメールとアプリを入れている人はプッシュ通知が飛ぶようになっています。例えば今これチェックを入れて、ポストアナウンスメントをクリックします。そうすると、こういった形で今メール、こういった形で今プッシュ通知が届きました。なので、はい、これが結構、まあ、管理者としてもユーザーさんとしてもメリットがあるかなと思います。特に、まあ、皆さんのスクールに対してエンゲージメントが高い方、まあ、簡単に言うと皆さんのスクールで何かを学びたいという意欲が強い方にとっては、やはり皆さんから発信される情報というのは、どんどん取得したいと思います。で、まあ、それからメールだけですと、やっぱり、ちょっと、まあ、メールの場合は自分から見に行かないと、基本的に来てるかどうかわからないですが、このプッシュ通知の場合はスマホにアプリを入れておけば、こういった形で通知が飛ぶようになるので、まあ管理者としては伝えたいことを即座に伝えることができますし、ユーザーとしては欲しい情報をすぐにゲットすることができるということで、アプリをおすすめするのが良いかなと思います。はい、あとですね、まあ、もちろんアプリからコミュニティもアクセスすることができます。こういった形でもうそのままコミュニティですね、アクセスをして閲覧することができます。で、パソコンで見た場合、実際このコミュニティこのようになりますが、もちろんスマホで見た場合は、まあそのままこのパソコンで見ているものがスマホ のレスポンシブ化されて、そのまま見れる状態になっているというような形です。これのプロダクトページも一緒です。プロダクトもパソコンで見た場合ですと、例えばですが、パソコンで見た場合も、まあ、ウェルカムアボード基本的な使い方と並んでいますが、スマホで見た場合もこういった形で同じような流れになっています。もちろんカテゴリーで大きく分けても、スマホでも全て
見ることができるというような形になっています。一部こういうあのサイドバーに載せている情報はスマホでは表示されませんが、基本的にこちら あのコンテンツの部分ですね、あの動画とかあのレッスンの部分ですね、こちらはスマホで確認することができますし、まあ、各動画に対してコメント、あの皆さんがコメントを有効にしていればコメントも残すことができるというような仕組みになっています。あともう一つ、生徒さんのアプリのメリットとしましては、パスワードを覚える必要がありません。もう一度ログインすれば、もうアプリを持っている限り、アプリをインストールしている限りは、もうすぐに皆さんのプロダクトにアクセスすることができます。で、またこれも別の動画で、簡単な手順をご紹介しようと思いますが、まずですね、流れとしましては、アプリ、生徒さんがまずスマホにインストールをします。で、カジャビを開いて、まず、メールアドレスを入れてくださいということで、まずオファーを購入した時のメールアドレスをカジャビに入れてもらいます。で、そうすると、カジャビからそのメールアドレスに、一時的な認証メールが飛びます。で、生徒さんはそれをクリックすれば、カチャビが開いて、もうログインができるという形です。で、基本的にもうログアウトしない限りはずっとログインした状態になりますので、まあ、スマホとか PC ですと、まあ、一定期間が経つと、まあ、クッキーとかの関係で、またログアウトされてしまって、もう一回、ログイン情報を入れて、ログインする必要があるんですけども、アプリの場合は一回ログインしてしまえば、もう、基本的にずっとログインしている状態ですので、まあ、ユーザーとしては、毎回パスワードとか入力する必要ないですし、まあ、管理者としてはユーザーさんが毎回すぐに、コンテンツにアクセスしてくれるので、まあ、大きなメリットになるかなと思います。はい、なのでですね、まあ、管理者として、まあ、皆さんスクールオーナーとしては、まあ、ユーザーさんにできればカジャビのアプリインストールして もらっておいた方が、まあ、プッシュ通知をすぐ送信できますし、まあ、動画もとかも頻繁に見ていただけるということで、まあ、結構メリットがあるかなと思います。はい、次にですね、皆さんがアプリに対して設定できることというのをご紹介していきたいと思います。基本的にもうアプリの、基本的にアプリの、わざわざ設定する必要はなくて、また別の動画で生徒さん向けの、カジャビのアプリの使い方という、とても簡単な動画を作ろうと思いますので、またそちらを見ていただければと思いますが、もう皆さんがカジャビのサイトで何かを始めた時点で、もう別に特別な設定方法は不要です。いくつか細かい設定が可能で、こちらの設定に進んでいただきまして、このモバイルアップセッティングですね、こちらに進んでいただきまして、こちらをクリックすると、いくつか設定できるものがあります。といっても2つだけです。まずはアイコンですね、こちらのアイコンです。で、このアイコンはどのアイコンに該当するかといいますと、例えばですが、まあ、これはカジャビというアプリになりますので、例えば皆さんの生徒が、まあ、おそらくまだそこまで日本でカジャビがめちゃめちゃ有名なわけではないので、例えばですが、生徒さんが皆さんのスクールでオファーを購入するとき、おそらくその生徒さんに対しては皆さんのスクールが初めてのカジャビサイトだと思います。ただ、まあ、もちろんですが、その人がいろんなカジャビサイトでオファーを購入しているという可能性はあります。例えばヨガのクラスを購入したりとか、まあ、ビジネスのクラスを購入したりとか、ということで、まあ、同じ人がいろんなカジャビサイトで何かをオファーを購入しているという可能性はあります。で、その時にですが、まあ、同じメールアドレスに紐づいている場合、こういった形で、いくつかのスクールをもう一つのアプリで管理することができます。で、その時に、まあ、皆さんのロゴというのが、まあ、あれば、わかりやすいと思います。で、その時のロゴをここに設定することができます。あと、アプリカラーということで、まあ、アプリのテーマカラーということで、まあ、僕の場合、ちょっと今、オレンジにしていますが、まあ、ちょっとこういった部分ですかね、この上のヘッダーの部分がオレンジになりますよという。ことを設定することができます。基本的にこの2つだけを設定することができます。はい、次にアプリのインストールを促進する方法についてご紹介したいと思います。もちろんですね、皆さんの方でいろんなスクール始めて、まあ、オファー売ったりとか、いろいろされると思いますが、このアプリについて触れないと、おそらくユーザーさん、これか、皆さんのスクールがカジャビということ自体、おそらく知らないと思うので、まあ、何かしらの方法でアプリをインストールしてくださいというのを伝えるのが良いかなと思います。先ほど動画の最初の方でもご紹介しましたが、まあ、いろんなメリットがありますので、まあ、ぜひ皆さんの生徒さんにはアプリカジャビのアプリを入れてもらっておいた方が、まあ、お互いにメリットかなと思います。で、その、まあ、アプリをインストールしてもらいます。それを最速というかその方法についていくつか、まあ、事前の僕のクライアントさんが行っている方法というのをご紹介したいと思います。で、まず1つ目がライブラリーページに追加するという方法です。で、これどういう方法かと言いますと、まずこちらのライブラリーページになります。各生徒さんが自分が購入した講座が一覧が見れるページになっています。このスラッシュライブラリーとかですね。はい。で、こちら、例えば、こちらのページもカスタマイズすることができます。他のランニングページ同様にカスタマイズすることができますので、例えばですが、こういった形でブロック追加します。例えばテキストイメージのブロックを追加してスマホから受講するときはアプリが便利ですということで、まあ、アプリインストールしてください。まあ、これも今画像を適当に入れてますが、もちろん皆さんの方でいろんな好きな画像とか好きな文章を使っていただいていいですが、まあ、このライブラリのところに貼っておくと、まあ、必ずパソコンからとかスマホからまず皆さんここにアクセスして自分の
受講できる講座を選んで買ってもらうので、まあ、ここにちょっとお知らせがあると、まあ、結構目につきやすいかなと思います。あとはまあ Android もしくは Apple iOS の方のリンクを貼っておいて、こちらからインストールしてくださいという促す方法がまず一つ目です。はい、二つ目の方法としましては、オファーパーチェンスコンファーメーションですね。はい、オファーを購入した時に送られる、まあ、オファーの購入通知メールに入れてしまうという方法があります。で、それはですね、このセッティングの中の E メールテンプレートに進んでいただきまして、この中のオファーパーチェスコンファーメーション、こちらですね、こちらをクリックします。で、そうしまして、まあ、ここにまあ、アプリの使い方というのを書いてしまうという方法です。で、まあ、ちょっとこれプレビューで確認してみますが、まあ、この辺りはまあ定型文で今貼っていますが、ここですね、このアプリの使い方ということで、まあ、インストールすることでスクールからの情報をプッシュ通知で受けれますよとか、まあ、ログイン表でいつでもどこでも簡単に視聴ができますよというふうにしておきます。で、まあ、簡単なまあステップバイステップの手順を記載しておくと、まあ、便利かなと思います。で、このメールに関しましても、まあ、基本的に皆さんがオフにしない限りは皆さんのスクールでオファーを買った人に毎回届くものになりますので、結構これは伝わりやすいかなと思いますので、まあ、この文章をそのまま、まあ、コピーいただいてもいいですし、また説明欄に貼っておくので、まあ、パソコンとかでコピーいただいて、皆さん のオファーパーチェスコンファーメーションのところに貼っていただくのが良いかなと思います。で、これが2つ目です。で、3つ目ですね。3つ目の方法としましては、プロダクトの一番最初のレッスンとしてこの導入方法を入れるという方法です。もうこれも結構目がつきやすいです。で、これも今プロダクトの中に入れておりまして、まあ、これもちょっと動画入ってますが、別に動画はなくてもいいですが、シンプルにこういった形でテキストでまとめるという形でも良いかなと思います。そうすると実際にまあ生徒さん、まず何かしら動画講座とか始めていただきます。で、そうすると一番上にまずこの動画から見ると思うんですけど、まあ、この中にこういった形で、まあ、まず、じゃあこれ書いてあるからちゃんとインストールしようという形で入れていただきます。まあ、という形で、この3つの方法が、まあ、結構ユーザーさんには生徒さんには目がつきやすいと思うので、まあ、このどれか、まあ、全て使ってもいいですし、こういった形で、まあ、できる限り、まあ、皆さんの生徒さんにアプリをインストールしてもらうというのが良いかなと思います。はい、あとですね、アプリに関しまして、まあ、皆さんが一応知っておくべきことということで、いくつか、まあ、注意点のような形でご紹介をしたいと思います。で、まず一つ目がですね、動画のオフラインの保存をすることはできません。あくまでもカジャビのアプリは、アプリ経由で動画を見ることができますが、アプリの中に動画を保存しておく機能というのはまだありません。一応アプリの、チーム、開発チームが現在、まあ、実装検討しているということですが、まだ実際は、まあ、動画を見るには、例えば出先で動画を見るときは、まあ、Wi-Fi 環境か、まあ、ネットの環境が必要と。いう形になります。はい、で、2つ目ですが、こちらのカジャビのアプリはあくまでも生徒さん、購入者が使うものになります。まあ、たまにですね、まあ、こういうカジャビみたいなツールで管理者向けのアプリがあったりしますが、あくまでもこちらは生徒さんが動画を視聴するため、買ったプロダクトを視聴するためのものになりますので、まあ、皆さん引き続きカジャビのサイトをカスタマイズするときは、まあ、パソコンのダッシュボードから行っていただく必要があるという形になります。はい、最後3つ目ですが、カジャビのアプリの中のテキストは変更することができません。多少ちょっと変な日本語訳があったりして、まあ、ちょっと気にはなったりすると思うんですが、とまだカジャビのアプリの中のテキストを日本語化することはできないので、まあ、ちょっとそこだけはご了承いただくという形になります。一応この3点ですね、一応、まあ、アプリに関しての注意点ということでお伝えをさせていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。カジャビのアプリを入れておくことによってで、まあ、管理者としてもメリットがありますし、ユーザーさんとしてもメリットがあります。まあ、特に生徒さんですね、まあ、ユーザーさん、エンドユーザーの方にとっては、まあ、1回ログインしてしまえば再度ログインする必要がありませんし、まあ、プッシュ通知もすぐもうリアルタイムで受けることができるので、まあ、メールで何か送るよりかはエンゲージメントが上がるかなと思います。まあ、アプリインストールしてもらっておいて、まあ、損はないと思いますので、はい、ぜひですね、まあ、皆さんカジャビのスクールを運営している場合は、ぜひ今回ご紹介した方法で、まあ、アプリに関しての、まあ、最速の手段とかをお知らせいただくのが良いかなと思います。で、生徒さん向けのアプリの使い方の動画というのもまた別で作ろうと思いますので、まあ、もしですね、皆さんの方で説明とか難しい場合は、まあ、僕のその、まあ、YouTube で作ろうと思いますので、その動画のリンクを貼っていただいて、まあ、こちら見てくださいみたいな形で紹介いただけると、まあ、シンプルかなと思います。はい、こういった形で今後もカジャビとか海外の面白いツールについてご紹介していきたいと思いますので、まあ、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。